番外編というね、ワタリガニさばいていきます。どうしてんのこれ。なんかね、 YouTube とかの動画を見るとね、結構簡単に悪っぽい、悪っぽい。こうか。あ、開いた。開きました。これで味噌とかどうするの、食えるの。さっき1個試したんだけどね、なんかハマってますね。味噌っすか、カニ味噌ですかね。これ一応あの取っときましょう。別の器に、別の器に移していきます。使うのかな、なんかあんまり美味しそうじゃないけどね。え、うぃー、失敗した。ぐちゃぐちゃに食べそうな感じもあんまりしないですね。黒いのがいっぱいついてきたんですけど、食えそうな感じしない。素人がやつ番外編っていうことで、この線が全然美味しそうじゃないね。うん、これ使わないとね。ということで、はい、皮を取りました。そしたらですね、なんかこの横の辺にガラッとかって書いてあるから、ね、枝のところをプチプチ取っていきます。枝、枝取ったらこれ半辺の身を半分にします。よし、よし、またちょっとここに味噌みたいなものがついてるから取った。ほい、いまいちよくわからんね。カニはさばいたことないぞ。はい、味噌みたいなものを取る。で、これを洗うんだって。はい、ということでね、これで下ごしらえの完成だそうです。まあ美味しそうっちゃ美味しそうだけど、カニの身っぽいしね。美味しそうじゃ美味しそうだけど、食べとうないよね、あんまね。頭の口のところを取るとかって書いてある。なんかね、パエリアの素があったんで、パエリアにもしましょうかね。ということで、番外編、ワタリガニのさばきでした。ワタリガニさばきでした。